2010年に引退した長崎海洋気象台の気象観測船、長風丸。一般公開のため国際信号機による満感触が施されている。2008年撮影。気象観測船、または海洋気象観測船は気象観測を行う船である。1960年代以降、この役割は人工衛星、長距離航空機、 海洋気象部位などにとって変わられたところが大きい。日本では1920年代から船舶による気象観測を行っており、1937年に最初の大型気象観測船、両風丸を建造。2010年8月現在も気象庁本庁が両風丸と京風丸の2隻を運用している。両風丸と京風丸は、赤道や統計165度線までに及ぶ、 北西太平洋の広い範囲を航海し、海上気象、海洋の観測を行う。以前は、この2隻のほか3カ所の海洋気象台に小型の気象観測船が、それぞれ1隻ずつ配備され、日本近海の観測に当たっていたが、2010年3月に引退となった。また、これに伴い京風丸も神戸海洋気象台から、本庁に移管された。 気象庁民間気象会社ウェザーニューズ韓国では小型の実習船を改造した気象2005を1999年から運用してきたが2011年5月新たに気象1号が就航した。ノルウェーでは気象研究所が北緯66度、統計2度の位置に気象観測船ポーランフロント別名 M 気象台を配置運用を続けている。 これは国際民間航空機関が1948年に完成させた海上気象台ネットワークを構成していた13隻の観測船の一つであり他の観測船による気象観測が1990年に終了した後もマイク気象台だけが唯一観測を続けているアメリカ合衆国ではアメリカ海洋大気庁士官部隊が気象観測船19隻と 気象観測用航空機12機を運用している。元日本観測船、半補芸の船兵に、イコール、シーシェパードが購入マイズルの西風丸時時通信社2012年12月11日。ありがとうございます。